ザリガニをですね、取ってきました。こんな感じですね。近々食べてみたいと思います。湯飲みしたいんで、下準備を。群馬県産のキュウリらしい。お。こういうの珍しいね。キュウリのビール漬けっていうのをホッピーで飲み残しがあるんで、それでやってみます。これで、なんかおっさんだね、手が。100円ショップのやつなんだけど、珍しいね。軽いだけのが多いでしょ。重心がね、手元にあるんで、やりやすい。おっと、はい。これをビニールに。で、塩をね、大さじ1。粗塩。これうまいんだよ、本当にうまい。これ、よかったら買ってみて。業者じゃありません。みりん大さじ1。で、飲み残しのホッピーね。これを入れます。これでつけますね。2時間ぐらい。はい。6時10分です。6時過ぎたらね、夕方じゃないらしいですね。夜飲みでやってきますね。これ、塩分 30% かと。こういうの出てたんですね。このシリーズありますけど、知らなかった、これ。カリッとは多分いかないと思うんだけどね。このタイプは。はい、やってきます。はい、ここに入れてくね。これ二重になってると嬉しいよね、ラップが。はい、あ、これも入れちゃうんだよ、間違って。煮ちゃうのか。やったことあるよ、何度か。ついてるの知らなくて、まぶすだけなんで、しっかり味つくのかな、これね。振りかけます。そういえば、この日清かなんかのやつで、チャーハンとかいろんなのに使えるのあったよね。これでもいけるんじゃないかなと思うんだけど。これの、ね、なんか、ボトルみたいなの入ってるやつ。大丈夫かな？なんかあんまりこもる。衣はあんまりついてない感じするんですけど、あれ入れていいですか？保険でさ、片栗粉、二度揚げでいきます。よいしょ、切れた。160度でまずいきますね。もういきなり新品の油で肉だから、これ厳しいよね。あんまり語られないけど、最初は野菜からいった方がいいよね。肉の匂いついちゃうんだよね。ほんと肉っぽいね。肉肉しい。衣ついてんの、これ。ここで一回揚げます。低いとね、あんまり油切れが良くないんですね、これは。衣少ないんでね、またまぶしました。一回揚げたの。こういう人いるのかな。俺さ、失敗しないなんて言ってたけど、失敗ばかりしてるね。嘘ばっかだな。これ180度。うまそうじゃん。めっちゃうまそうだ。なんで中華の皿なんだよって。これが一番使いやすいんだよ。関係ねえから。よく出たってあげなきゃ。男じゃねえよ。
ドルティックさん、どうしたら俺 E6 出ないんですか。教えてほしいです。ドルティック派なの。お願いしますよ。ドルティッカーですよ俺。日本人で唯一のドルティッカーかもしれない。納豆の唐揚げ。難しいねこれ、固めんの。遅いですね。珍しい白ワイン、これでやってみます。唐揚げはね、一回衣をつけて揚げたんだけど少なすぎて、もう素揚げみたいな感じだったんで、もう一回あの衣をつけて揚げました。二度揚げ、それっぽくなったでしょ。はい、いただきます。うん、おっと、二度揚げ効果あり。しっかりとね、味はね、忘れてるわ。すぐ忘れるんだな。レモン、鶏肉の横に納豆の唐揚げもあります。これです、食べよう。うん、香ばしいな。納豆のあの香ばしさ、明日は多分ザリガニやると思いますけど、先週やる予定だったんだけどね。食事のところにちょっと出すの下品かなと思うんですけど、これザリガニ、これつきました。何匹かね、5匹ぐらいつけたんだけど、あの背綿もちゃんと取ったよ。あの背綿の取り方は5本あの尾びれがあって、その尾びれの真ん中を取ると背綿が取れるっていう、それを知りました。知らなかった前はね、背中からやっても全然取れないからさ、諦めてたんだけど、そういうやり方があるみたい。生でやったからね、できれば明日やりたいなと思うけどね。取りにも行くかもしれない。うん、そんな感じで。ぶっちゃけなんか失敗したような感じじゃん。唐揚げの味はうまいけど、しっかりとつかないよね、一回じゃ。揚げた後にもう一回っていうのはありだね。そっちの方がうまくついてるでしょ、見てると。一回じゃね、もう素揚げみたいになっちゃうよ。難しいな。キュウリはね、ビールで漬けるのいいかもしれませんね。自分はあのホッピーでやったけど、苦味がアクセントになってるな。